こんにちは、本要約チャンネルのサムです。今回は鈴木優さんが書かれた最高の体調という本を解説します。最初に言っておくと、この本超おすすめの本です。なぜおすすめなのか、それは本書では文明病という多くの現代人が抱える謎の気だるさや不調などの原因について科学的なエビデンスをもとに解説してあるからです。あなたはこのような症状に悩まされていませんか？朝起きるのが辛い、なんとなく体がだるい、集中力が続かない、イライラが収まらない、毎日が楽しくない、それ文明病かもしれません。もし一つでも当てはまるのであれば、絶対に本書を読んでいただきたいです。本書で解決策を学べます。というわけで、ではいつも通りこの動画の結論を最初に言っておきます。結論、私たちの体は大昔からそれほど変わっていないのに、この200年で社会は激変した。そのせいで起こる文明病を取り除くことで、私たちは最高の体調を取り戻すことができる。というわけで、この動画では1、文明病とは、2、原因と対策その1、3、原因と対策その2という順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、文明病とは。文明病とは、人の体の進化が現代の社会の発展に追いついていない、これが原因で起きる病気や体の不調のことを言います。例えば肥満、不眠、うつ、不安などが文明病です。他にも癌や糖尿病などの現代特有の病気であったり、原因不明の疲労感や倦怠感、無気力な感じなども文明病に当てはまります。これらは人の体の進化が現代の社会の急激な発展に追いついていないことが原因です。それってどういうこっちゃ。どういうことかというと、これはこのチャンネルではよく話すことですが、そもそも人類の歴史とは、そのほとんどが狩猟採集の時代です。人は誕生から約250万年もの間、ずっと狩猟採集をして生きてきました。その後、農耕という画期的な技術が生まれて、食料を蓄えられるようになったのはつい最近の1万年前です。そしてその後、産業革命、科学技術を急速に発展させるきっかけとなったあの産業革命が起きたのは、たったの250年前です。つまりざっくり言うと、約250万年の狩猟採集時代、約1万年の農耕社会、約250年の現代的な社会という感じで、人類の歴史の 99% 以上は狩猟採集の時代なんですね。でもって、この200年くらいでテクノロジーの急激な発達によって社会は激変しています。人口は爆増、ジャングルはアスファルトで埋め尽くされ、人々はひたすらスマホに夢中、ファストフードのお店が立ち並び、安い値段で簡単にお腹いっぱい食べることができる、常に仕事や人間関係のストレスにさらされている、そんな風な社会に激変しました。少し誇張しすぎましたが、このように社会はたったの100年200年で良くも悪くも激変しています。そしてここで大事な点があります。それは、科学技術の発達のスピードに比べて、生物の進化のスピードというのは極めて遅いという点です。これが超重要です。生物の進化は徐々にしか進みません。つまり、生物の進化のスピードと科学や社会が発展するスピードにはギャップがありすぎるんですね。この知識は非常に重要です。そういうわけで、社会はものすごく進歩したけれど、私たち人間の体や脳は数万年前の狩猟採集時代からそれほど変わっていないということになっています。そして、このギャップから来る体の不調こそが文明病だというわけです。肥満、不眠、うつ、不安、原因不明の疲労感や倦怠感、これらの現代病は人の体の進化が現代の社会の発展に追いついていないことで起きてしまっているというわけです。じゃあ、具体的には現代社会の何が悪くて私たちは不調に陥ってしまうのか。結論、文明病の主な原因は2つあります。それは炎症と不安です。激変した現代社会における多すぎるカロリー、多すぎるストレス、少なすぎる睡眠や運動、少なすぎるビタミンや食物繊維などの理由によって、炎症と不安という2つが私たちを蝕んでいます。では続いては、この炎症と不安とはどういうものなのか、深掘りしながら、そしてどうやって対策していくべきなのかということで、それぞれ掘り下げていきます。というわけで、2、原因と対策その1。ここではまず炎症についての説明と、それに対する対策方法について解説します。炎症とは、体が何らかのダメージを受けた時に起きる人の細胞レベルでの火事のようなものです。火事ですよ、火事、相当やばいです。この炎症は、擦り傷みたいな体の表面に起きる現象だけではありません。
例えば関節痛や風邪などの体の中で起こる不調も炎症です。とにかく何らかの原因で細胞で火事が起きちゃえば、それは炎症です。そしてこの炎症が体の中で増えてしまうことによって、私たちはうつや肥満、なんとなくだるいみたいな文明病に陥ってしまいます。でもって狩猟採集時代と現代では環境が違いすぎて、そのため私たちの体では炎症が起きやすくなっています。ということは逆に言えば、適度に狩猟採集時代の環境に近づくことが体の炎症を防ぐことにつながるというわけです。ではじゃあ、その適度に狩猟採集時代の環境に近づけるというのは具体的にはどんな方法があるのか、というわけでここからが体の炎症を防ぐための対策方法についてです。ここではもりもりに7つの方法を紹介していきます。ではまた結論から、その7つの方法とは、腸内環境を整える、運動する、自然に触れる、良好な人間関係を持つ、よく眠る、デジタル断食をする、ストレスを減らす、この7つです。では一つずつ掘り下げます。まずは1つ目、腸内環境を整える。腸内環境はめちゃめちゃ重要です。腸内環境がいいと、きちんと栄養を吸収できる、体に有害な物質をきちんと倒せるというようなメリットがあります。そのため体の炎症を減らすことができます。現代社会では腸内環境を悪くする状況になっちゃってます。例えば汚れた空気、腸に悪い食事などです。じゃあ私たちはどうするべきなのか。腸内環境を整えるためにすべきことは、空気をきれいにする、発酵食品を摂る、食物繊維を摂る、この3つです。空気については、部屋の換気に気を配った上で、空気清浄機も有効です。発酵食品については、納豆、キムチ、味噌、チーズ、ヨーグルトなどがあります。食物繊維については、野菜とフルーツを摂るのが有効です。中でも水溶性の食物繊維が豊富なごぼう、寒天、海藻、キノコ類、オクラ、リンゴなんかが腸内環境を整えるのに推奨されています。では次に2つ目、運動について。もう運動についてはいつも話してるので簡単に流しますが、運動によって体の状態が良くなるし、頭が良くなるし、炎症が減ります。あとはここに示すような莫大なメリットを得られる万能薬です。運動については以前の動画で復習してみてください。では3つ目の対策方法、自然に触れる。自然に触れることで炎症が減ります。具体的には、海や森や川なんかで遊んだりする、緑豊かな公園を散歩する、毎日きちんと日光を浴びるなどが有効です。特に日光については、これもいつも話すことですが、セロトニンという超重要な脳内物質を分泌させますので、めちゃめちゃ大事です。また他にも観葉植物やデジタルの自然でも効果があるということが分かっています。デジタルの自然っていうのは、大自然の写真とか動画、あとは川の音や鳥のさえずりなんかの BGM とかです。以上のような方法で自然と触れ合う時間を持つことが大事です。では4つ目、良好な人間関係について。人間関係も超重要です。良好な人間関係を築けていることは、ダイエットや禁煙よりも健康効果が高いということが分かっています。めっちゃ大事なんですね。孤独はとても体に悪く、炎症を引き起こします。孤独による炎症は体調を悪くしたり、脳の機能を落としてしまいます。そもそもですね、狩猟採集時代は集団で生活していました。集団で狩りをし、採集をし、子供を育ててきました。その名残で私たちは良好な人間関係を持つときに、体の調子も良くなるという感じです。では5つ目、よく眠るということ。これもいつも話しますが、睡眠も超重要です。睡眠の質と量をしっかりと確保することで、体が整って炎症を減らすことができます。睡眠には個人差がありますが、基本的に最低でも6時間、できれば7時間から8時間取るようにする。また15分から20分程度のお昼寝も回復効果が高く有効です。また睡眠の質を上げるためには、日中によく日光を浴びておくことなどが有効です。次に6つ目、デジタル断食について。デジタル断食とは、その名の通り、デジタルを断つことです。特に有効なデジタル断食は、スマホを触る時間を減らすことです。というのも、スマホは私たちが気づかないうちにストレスを溜めてしまうということが分かっています。ハーバード大学の研究によると、スマホの使用時間が長い人ほど不安を感じやすい、自宅でスマホを使い続ける人ほど仕事のストレスが回復しにくくなるということが分かっています。じゃあ、なんでそんなにスマホって悪いのかというと、スマホは脳にとって刺激が強すぎるからです。
スマホや SNS なんかは情報量が多いことや、その情報のランダム性だとかなんとかで、脳に対してとても刺激が強いんですね。スマホによって脳は簡単に興奮します。そしてその興奮状態というのは休息状態の反対、つまり脳が休まらないわけです。スマホを一切触らないというのは無理な話ですが、触っていい時間を自分で決めるなど、自分なりに工夫して上手に付き合っていきましょう。では対策法の7つ目は、ストレスを減らすことです。過度なストレス、慢性的なストレスは体を殺します。実際に世界で年間400万人もの人が、激しいストレスを原因とする心臓麻痺で亡くなっているそうです。ストレスは体の炎症を増やし、体を蝕みます。ですので、自分なりにストレス解消方法を持っておくことが大事で、特にいいのは、ちゃんと睡眠をとること、運動すること、良好な人間関係を持つことなんかが有効です。というわけで以上が体の炎症をなくすための7つの方法でした。この7つを実践して炎症を減らすことで、文明病を防ぐことができる、つまり最高の体調になることができます。今日からいきなり7つ全部を実践するのは難しいと思うので、7つの中から特に興味が湧くものを3つくらい選んで試してみるっていうのを私はお勧めします。では続いては3、原因と対策その2。次は文明病の2つ目の原因、不安について見ていきます。ではまた結論から。狩猟採集時代の人が感じていた不安と、今を生きる私たちが感じる不安というのは大きな違いがあります。それは昔の人の不安ははっきりした不安だったのに対し、現代人の不安はぼんやりとした不安であるという違いです。そしてこのぼんやりとした不安というのが非常に体に悪くて、私たちの体を蝕んでいるというわけです。では掘り下げます。狩猟採集時代の人の不安というのは、今日の分の食料を取れるだろうかとか、獣に襲われやしないだろうかというようなはっきりとした不安だけでした。それに対し、現代を生きる私たちが抱える不安はどうでしょうか？私たちは現代特有のぼんやりとした不安を抱えています。例えば、今の仕事でずっと食べていけるのかな？家族を養っていけるのかな？とか、就職活動で失敗したらどうなるんだろう？とか、自分は将来何をやりたいんだろう？みたいな、将来に対するぼんやりとした不安です。私たちは将来に対して不安になってしまうものです。しかし面白いことに、狩猟採集時代の人とか、現代でも現代のアフリカの狩猟採集民は、そもそも未来という概念があんまりないのだそうです。面白いですよね。どういう感じなんすかね。狩猟採集民は、食べる、寝る、踊る、産む、育てるというようなシンプルな生き方をしています。そのため、未来って何？みたいな感じで、未来っていう概念がないらしいです。すごいですね。それに対し私たちは未来について考えられるというか考えてしまうので、ぼんやりとした不安を抱えてしまっているんですね。そして、このようなぼんやりとした不安というのは私たちに悪い影響を与えます。記憶力が下がる、理性的な判断力が下がる、士気が早まる、不安が不安を呼ぶというように、たくさんのデメリットを与えます。じゃあなんで不安はこんなにも体に悪いのでしょうか？ここについて掘り下げます。ではまた結論から。結論、不安は体を戦闘モードにするからです。そもそも不安とは、昔の人が獲物に襲われた時、この時に発動するものでした。これが不安の起源です。この獲物に襲われた時に、私たちの先祖はこの獲物と戦うか、それとも逃げるかという判断に迫られます。ここで戦うにせよ、逃げるにせよ、生き延びるためには火事場のバカ力のような全力を出す必要があります。ですので人の体は不安を感じると交感神経が優位になって体が戦闘モードに入ります。これが本来的な不安です。はい、もうそういうことです。現代を生きる私たちは常にぼんやりと不安を抱えている。ということは常に体がなんとなく戦闘モードになってしまっているということです。体をきちんと休められていないというわけなんですね。こういうわけでぼんやりとした不安というのは先ほど挙げたようなたくさんの悪影響を及ぼします。というわけで不安がなぜ体に悪いのかということを話してきました。では続いては、このぼんやりとした不安に対する対策方法を3つ紹介していきます。その3つの方法とは、価値観をはっきりさせる、マインドフルネスになる、畏敬の念を抱くという3つです。では1つずつ掘り下げます。まずは1つ目は、価値観をはっきりさせることです。これは要するに、自分の人生において重要なものをはっきりさせるということです。そうすることで将来に対する不安が減ります。
というのも、狩猟採集時代の人は生きる、産む、育てるというように価値観がはっきりしていました。それに対して現代人は価値観がとてもたくさんあります。例えばお金持ちになる、名誉を手に入れる、有名企業で働く、幸せな家庭を築く、自分の好きなことで生きていく、などなど、人生の価値観が本当に多様化しています。ですので、じゃあ自分は人生において何を大事にしていきたいのかというのが見えにくくなっています。これは意外と盲点かもしれませんね。ですので、いろんな価値観がある中でも自分は何を大事にしようかと考えてみましょう。そしてその自分の人生において重要なものをはっきりさせましょう。そうすることでぼんやりとした不安を減らして健康になることができます。実際にロチェスター大学の研究によると、価値観を持って生きているかという質問にイエスと答えた人は14年後の死亡率が 15% も低かったのだそうです。価値観が明確な人ほど自然と健康的な食事と運動を実践しており、人生を充実させているということが考えられます。このように価値観を明確にすることはとてもメリットが多いです。じゃあどうすればその価値観を明確にすることができるでしょうか。自分なりにと悩みながら考えるのももちろん一つですが、確立されている方法としては価値評定スケールとパーソナルプロジェクト分析というものがあります。この2つの方法は実際に臨床現場で使われている科学的に正当性の高い価値観を見つけ出す方法です。これについては動画で解説するのがちょっと大変なので、すみませんお手数ですが、ぜひ本書を手に取って実際にやってみてください。自分の価値観を明確にするための超おすすめの方法です。では次に、不安を減らす方法の2つ目はマインドフルネスになることです。マインドフルネス、最近よく耳にする言葉ですよね。マインドフルネスとは今ここに集中することです。過去にも未来にもとらわれずに、今この瞬間だけに意識を向けている状態のことをマインドフルネスと言います。マインドフルネスには実にたくさんのメリットがあります。脳が疲れづらくなる、頭が良くなる、集中力記憶力が上がる、メンタルが安定する、ストレス耐性がつく、免疫力が上がる、幸福度が上がる、ポジティブになる、共感力コミュニケーション能力が上がる、ダイエット効果があるというように、もうめちゃめちゃメリットが満載です。このマインドフルネスには例えば一番有名なものとして瞑想があります。これは座って目をつむり、自分の呼吸だけに意識を向けるというものです。詳しくは以前別の動画で解説していますので復習してみてください。瞑想と聞くと、瞑想ってなんやねん、うさんくさいしちょっとやる気なれへんわという方もいるかもしれません。そんな方でも大丈夫です。マインドフルネスは何も瞑想だけではありません。例えば食器を洗う、洗濯物を畳む、散歩をするというような日常の行動についても、今この瞬間に集中すればそれは立派なマインドフルネスです。余計なことは何も考えずに、ただひたすら丁寧に食器を洗う、洗濯物を畳む、料理をする、歯磨きをする、トイレをする、今この瞬間の目の前の動作だけに没頭することがマインドフルネスです。ということはつまり、日常のほぼ全ての行動に取り入れることができますので、ぜひ試してみてください。では最後に、不安を減らす方法の3つ目は畏敬の念を抱くことです。畏敬の念を抱くというのは、辞書的に言うと崇高なものや偉大な人を恐れ敬うことだそうです。要するに、いやマジですげえな、いやほんますごい、すごい感動という感じで、言葉にできないような感動とか尊敬みたいな感情ですかね。このような畏敬の念を抱くことは、実はストレスを軽減させる、不安を軽減させるということが分かっています。とても体や脳にとっていいことなんですね。そして数々の畏敬の念に関する研究によると、畏敬の念を抱かせやすいものは3つあります。その3つとは、自然、アート、人、この3つです。自然については、山、海、川みたいなものはもちろんですが、宇宙論や数学の美しさみたいなものもここに含まれるのだそうです。アートについては音楽、絵画、映画、演劇などがありますが、他にも巨大ダムとか巨大スタジアムのような建造物、世界遺産や人類の偉業を示すものなんかも含まれます。人については、歴史上の偉人やスポーツ選手、タレント、政治家、カリスマ性を備えた人物などです。多分人によって、自然、アート、人、このどれに最も畏敬の念を抱きやすいかとかは個人差がありそうなので、いろいろ試してみると面白いかと思います。というわけで、以上が不安を軽減する方法でした。
ではこのあたりで最後に内容をまとめます。1、文明病とは人の体の進化が現代の社会の発展に追いついていないことが原因で起きる病気や体の不調のことです。その主な2つの原因は炎症と不安でして、その炎症と不安は現代におけるカロリー過多、ストレス過多、情報過多、睡眠不足、運動不足、ビタミン、食物繊維不足などなどの理由から来ています。2、原因と対策その1、炎症を抑えるためには7つの方法が有効です。腸内環境を整える、運動する、自然に触れる、良好な人間関係を持つ、よく眠る、デジタル断食をする、ストレスを減らすという7つが有効です。3、原因と対策その2、不安を抑えるためには3つの方法が有効。価値観をはっきりさせる、マインドフルネスになる、畏敬の念を抱くという3つが有効です。今回の本は本当にめちゃめちゃおすすめの本です。今回の動画で伝えられていない知識がまだまだたくさんあるので、マジで読んでみてほしいです。特にですね、先ほども話した価値観を明確にする方法としての価値評定スケールとパーソナルプロジェクト分析というものがあります。これは現時点で最も効果のある価値観を見つけ出す方法だと言えるので、ぜひ一度やってみてほしいです。ワンチャン人生変わっちゃうかもしれません。そのレベルです。今だと Amazon のオーディオブックが1冊分無料で聞けて、多分今もまだそのキャンペーン中だと思うので、それを活用するのもいいのかなと思います。下の動画説明欄からチェックしてみてください。というわけで、今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。このようにこのチャンネルでは本の解説と人生の役に立つ知識の紹介をしています。最新の動画を見逃さないためにも、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。